やあフィリア、一人か？私はブラブラ散歩中。そっちは？俺もだよ。いろいろ見て回ったから休憩でも入れようかなって思っていたんだ。あ、それならさ、行ってみたいお店があるんだけど一緒に行かない？行ってみたい店？うん、なんでも衝撃的なドリンクメニューが追加されたお店があるらしいんだ。衝撃的なドリンクメニュー？でしょでしょ。よし、それじゃあ一緒にドリンクメニューの真相を暴きに行こうぜ。おお。見極めの雫か。そうだね。どうした？さっきから周りを気にしているみたいだけど。思ったことがあるんだけど、なんかカップルのプレイヤーが多くない？カップル？確かに男女のペアが多いな。まあそれを言ったら俺たちも男女だし普通のことなんじゃないか。普通とかしれっと言ってくれるね。しれっと？もうなんでもない。あ、ほらほら、店員さんがドリンク持ってきたよ。お待たせしました。見極めの雫、お二人様分です。さて、どんなドリンクかな。きっとフルーツがてんこ盛りのトロピカルジュースみたいな。なんだこれ。これってどう見ても。まず2つって頼んだのに1つしか来ないのがおかしいよな。でもお二人様分って言ってたし、ストローも2本あるし、それに NPC が注文を間違えるなんて。確かに。あのね、私は別に一緒に飲んでも。じゃあ俺は後でいいから、フィリアが先に飲みなよ。え？ん？問題ないよ。じゃあお先にいただくね。何これ？どうした？すんごく美味しいんだけど。こんなの今までに飲んだことないよ。フルーツの濃厚な甘みと柑橘系の程よい酸味が混ざり合って最高。美味しい。そんなにうまいのか。フィリアが飲み続けているせいで。みんな、おい、俺にも飲ませてくれ。なんだこの飲み物は。口いっぱいに広がる果実の深い旨味と喉を通る時の爽やかさ。ね、美味しいでしょ。ああ、これはいくらでも飲めるな。あ、ん？顔が近いっていうか、私たち普通にカップルっぽく飲んじゃってた。ごめん、つい。じゃあ残りはフィリアが飲んじゃっていいぞ。でももっと飲みたいんじゃない？もう一緒に飲んじゃったわけだし、気にせず一緒に飲んじゃっても。さすがにそれは俺も照れるというか、遠慮せず飲んじゃってくれ。じゃあもらうね。なんかジュースを譲ったのに不満そうだな。衝撃的だっていう触れ込みに嘘はなかったな。けどなんでカップルドリンクの形で出てきたんだろう。ひょっとして NPC の店員さんには私たちがカップルに見えたのかな。単純にあのドリンクを2人分注文するとああいう形で出てくるんじゃないか。それを知っているカップルはあえてここを利用しているとか。もう夢がないな。あれ、向こうのテーブルにいるのって。くあ、ほんとだ。ヤッホー、二人。おい、お前らなんでここに。なんでって、休憩しに来ただけだけど。別に慌ててなんかいねえぞ。俺たちも普通に休憩してただけだ。あ、カップルドリンク。違う、俺たちはこんなものが出てくるなんて知らなくてだな。衝撃的だって噂になってるドリンクを飲みに来ただけだからな。なるほどな。
やっぱり、やっぱりってなんだよ。そうなの？なわけあるか。俺にはちゃんと嫁がいるんだ。あの話がおかしくなっている感じがするけど、俺が言いたいのはこのドリンクのシステムのことだよ。やっぱり見極めの雫っていうドリンクは2人分頼むとカップルドリンクとして提供されるんだ。俺たちも今同じものを飲んできたからさ。え？じゃあお前らもカップルドリンクの形で出てきたのか？ふう、焦らせんなよ。これではっきりしたな。違うわ、これは絶対カップルにだけ提供されるもののはずだ。何言ってんだよ。そんなことあってたまるか。なんでそんなにクラインとエギルをカップルにしたがるんだよ。なんと言われてもカップルはカップル。